拡声器で妨害をしてくる人に対する道具とかも持ってるんですよ。どういう道具ですか？段ボールの内側にウレタンフォームが貼ってあって、はい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 、あの拡声器の上にこうかぶすの、はい、誰か応援電子頼んでるんですかっていうことを僕は秋野さんに聞いたら、いや柿沢ミトに今回は応援しろって思ったんだけど、そう、だけど、はいはい、さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日はフリージャーナリストの畠山道芳さん、そして選挙芸人の山本喜日前さんのお二人を迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで昨日ぶりもだから毎日あれですよね。どっかで会ってるんですか？割と3回ぐらい会いますよね、全部計算したんですけど、はい、東京15個線、はい、同じ演説7カ所で見た数えた数えました、7カ所見てます。政治活動期間中学部、ちょっと僕お二人久しぶりお会いしましたってけど、はい、焼けましたよね、多分ね。日焼けしました。日焼けしますよね。結構いい天気がね、はい、もうなんか、はい、選挙現場行くと必ずお二人いらっしゃるっていうことでも有名になってますけども、はい、米重さんともお会いしたい。米重さんもね、はい、千葉サイトサイトね、夫妻でイチャついてる時に会いましたけど、ね、はい、ということで今日はもうこのお二人をですねお招きして、はい、このテーマたっぷりお送りしていきたいと思います。はい、本日のテーマこちらです。全候補者この目で見てきました衆院選東京15区現場レポートということで、はい、今回はですね、衆院補選東京15区の現場取材を行っているお二人から、はい、それぞれどのような候補者様子なのかというのをお一人ずつレポートしていただきたいと思います。ただ、まあ、候補者の数が9人と大変多いので、はい、1人当たり一応3分ぐらいを目安にお話しいただくということですので、はいはい、よろしくお願いします、はい、3分だったら多分チーになります、ね、あ、チーになる、はい、そしたら強制終了、はい、まあ、多少喋ってもいいですけど、はい、討論会じゃない、政権放送より短いです、政権放送より討論会じゃないんでね、はい、でよろしく、私はもう最小限の話でいきたいと思いますので、はいはい、もうお二人たっぷりお話聞いていきたいと思います。はい、はい、ということでまずはお一人目、はい、NHK から国民を守る党から出てらっしゃる福永さんですね。はい、はい、福永さん、これ写真、これあれ、これキースマイ君が撮ってくれた写真ですか？これ告示日の写真。はい、そうですね、告示日の、はい、写真で、はいはい、でまだご本人が写ってるポスターができてなかった、あ、そうです、まだできてない時期で、これ今張り替え作業みたいなのもちょっとあったりするんですけど、はい、でこれ読み込むと、はい、まあ、いった都知事選の時に、はい、まあ、NHK が国民を守る党が30人ぐらい一気に出して、はいはい、でポスターをジャックするみたいなのあるんですけど、はい、で QR コード読み込むと、はい、まあ、あなたの好きな場所にポスターを貼れますよっていう、その寄付を募るような告知みたいなのがあって、まあ、都知事選とちょっと連携してるみたいな、ちょっとそういった連動性みたいなのあったんですけど、すいません、僕まだ本人に会えてないです。まあ、本人に会えてない、会えてない、すいません。多分選挙が終わるまで会うことはもうできないですよね。そう、だから、はい、エベレストまで行かないと会えない。もしかしたら福永さんが一番翼の党対策できてんじゃないかなって、ね、絶対会うことできない。まあ、補足していくと、もう福永さんは、選挙の初日2日目で、初日は東京江東区にいました、はいはい、で、はい、翌日から九州に行ってですね、岐阜岳っていう、まあ、九州の山を登ったりして、はいはいはい、その後、エベレスト登山に行くという元々の予定が決まっていたので、はい、なるほどなるほど、突然立場投手から、はい、出てくれないかと言われて、はいはいはい、出ることになったので、なるほど、全く国内にいない、いや全くというか、ね、国人だけ、これはなかなか会えないですよね、確かに、会えないと思います。第一声逃したらもう終わりです、終わりです終わりです。畠山さんはでもあれですよね、僕は出馬表明の会見の時にいまして、はいはいはい、おー、どうでした、聞きました、はい、ただそれももう都知事選の、うん、準備みたいな形で、うんうんうん、いわゆる、まあ、NHK から国民を守る党が都知事選でこういう戦略をやりますっていうことで、うん、先ほど喜日前さんがおっしゃった、うんうん、そのポスターの、ね、掲示板をジャックするっていう計画を彼らは立てていて、うん、その掲示板のサンプルみたいなのを、都内某所の、敷地に実際に作ってですね、掲示板60何人分の掲示板を作って、うん、そこに、うん、こういうイメージでポスターを貼っていきますっていうのをプレゼンをしたんですね、うんうん、でプレゼンをした掲示板の前で、うん、まるで
おまけのように福永さんの、うん、立候補の記者会見をやるなるほど、そういうことだったんですね、はい、看板のお披露目がメインだったので、選挙ポスターのモデルハウスみたいなやつ作るんですね。そうです、なるほど、はい、でそこで、まあ、あの福永さんがおっしゃってたのは、まあ、立花投手とは友達で、はいはいはい、昔からその福永さんの友達っていうのは割といかがわしい人が多いんだけれども、うん、いかがわしい人が活躍する、うん、いかがわしい人がいてもいいんだよっていう社会になることで、うんうん、社会っていうのがこういい方向に進むんじゃないかっていうことに共感をして、ご自身も、立候補しようということで、ちょっとまだ会えてない校舎で、はい、この3分短すぎます、はい、ちょっと、ちょっと きついですね、そうですね、3分短いか、3分だいぶきついですから、まあ、多少延長してもいいので、あ、分かります、我々は別に候補者の討論会ではないので、はい、多少延長は OK です、はいはい、ありがとうございます。で、まあ、あの弁護士として、はい、やってきた、なんだっけ、親権の問題ですかね、うん、親権の問題とか、うん、そういったことを、まあ、政治の世界で、うん、もし当選したら、うん、当選する可能性は低いとは思うんですけれども、うん、ただ、当選に向けて一生懸命やるとはおっしゃってました、うん、でやっぱお友達がいかがわしい人が多いっておっしゃってたんで、はいはい、福永さん自分もいかがわしいと思ってますかって聞いたら、はい、はい、いかがわしいと思いますって正直正直ええちょっと待って、どう、立花さんがいかがわしいって言う、立花さんももいかがわしい、あ、そうなんですね、いかがわしいし、他の、はい、お友達の方も、はいはい、結構尖った方が多くていかがわしい、なるほど、うん、あ、すいません、いかがわしい話でもいいですね、はい、やっぱり、まあ、そんな意味が変わってきます、どうしてもいいんですかって聞いたんですけど、おうおう、そういうことではなくて、はいはいはい、立花さんはあの当選はしませんとか当選目指さないとかっておっしゃってますけど、うん、福永さん自身は、うん、当選を目指さないっていうわけではなくて、なるほど、当選できないということは分かっているけれども、うんうん、当選を目指して頑張ると言って、日本を離れていったということで、なるほど、はい、まあ、はい、あの活動自体は YouTube とかやってらっしゃるということですね、はい、やっていくということでしたね、わかりました、うん、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ次行きましょう、これちなみに、はい、あの届け出順に一応ご紹介してますんで、はいはい、皆さんもご留意いただければと思います、はい、はい、次は無所属の乙武さんですね、はい、はい、この写真はこれも期日前さんの方で撮影いただいた写真ですかね、はい、日曜日の、はい、とこで選挙運動してるんですけど、ま、うん、でまあ、参院選の時から、まあ、追っかけていたので、うん、まあ、その時のちょっと違いみたいなとこ感じるのが、まあ、参院選の時は、はいはい、もう乙武さん人生で一番楽しいみたいな言ってるんですけど、はいはいはい、正直この15個戦ではなんか笑顔が消えた感じが、なんかちょっとなんかそうなんですか、すごい引き締まった顔してる時がすごい多いなっていうのは、それはその楽しんでないってことですか、実は、まあ、楽しめてない、まあいろいろその外的な要因も多分あるのかなっていうふうに思ったりするんですけど、でただ僕が結構見た時が毎回その別の政党の方がセットでみたいな場面が3回見たんですけど、3回とも全部別の団体とセットでってとこで、まあちょっと単体ではまだ見れてないっていう状況なんですけど、ただだんだんそういった別の音とか入ってきた時もちょっと慣れてきた、そういうなんかぼかす必要あるんですか、その別の音、あ、別にないですなんかそのワード出しすぎることになるかもまずいかなって、はい、まあでもまあその中で、はい、まあ、だんだんこの選挙の日程が減るにつれて、うん、まあ言ったら聴衆の方で問いかけるような場面みたいなのが増えてきたりみたいなところで、演説も上手くなってます、うまくなってます、てかそのなんか対策がだんだんできてきた、なんか慣れとかが出てきてるなっていうふうに思うんで、そこはすごいなって思いましたね、はい、いや本当にね、うん、初日はひどかったですよ、あ、そうですか、妨害が入るっていうのは、うん、まあ、告示前の政治活動の時からあったんですけど、うん、あの初日の僕夕方の、場所を隠してというか、うん、場所をもう公表しなくなってからの演説場所に行って、うん、乙武さんの演説を聞いたんですけど、うんうんうん、あの乙武さんの演説ってとっても上手で、聴衆、うんうん、の方の、間を大事にして、聴衆の方がうんって言ったら自分が話し出すみたいな、うんうん、そういう語り口がとっても上手なんですけど、うん、その夕方、告示日の夕方に見た時は、うん、もうずっと、大音量で拡声器で演説にかぶせてくるので、うん、もう乙武さんが何言ってるか聞こえないという状態で、うん、通常であれば15分から20分ぐらいは乙武さん話すんですけど、うん、その対立するというか、立候補している別の陣営の、うん、音をかぶせる大音量の、うん、まあ妨害と思えるような、うんうん、
行為があった時は、うん、乙武さん4分しか喋らなかった。お、短いですね。短い。だからほとんど、うん、自分がやりたいことっていうのを喋れないようにされてたっていうことですね。で、やっぱりこれって選挙として成り立ってるのか、うん、それから、うん、そのヤジというかね、乙武さんに対する、問いかけというか、うん、それから小池百合子都知事に対する問いかけっていうのを、うん、まあ、大音量でやってるわけですけど、うん、そこに見に来ていた親子連れの方とか、うん、もう本当怯えきっちゃってるわけですよ、うん、で告知もできないから、うん、聞きに来る人も、ほとんどいないというか、ものすごく少ない状態での選挙戦ということで、非常に、苦しい戦い方を強いられてるっていうことですね。でも途中で結構ね、知恵を使って、戦場外線っていうのをやりまして、船を使って、はいはい、江東区内、まあ、江東区ならではの、はいはい、妨害なかなか来れない、なかなか難しい、ボートだとなかなか難しい確かに追っていけないですよね。そうそう、これはなかなかいいアイデアだと思います、ね、面白いですね。これでもちょっと船あるあるなんですけど、はい、最初、江東区発着する場所がないらしいんですよ。だから、港からスタートするんですけど、港区のとこでは、まあ、音を切って何も活動してないみたいな感じなんで、で維新とかに関しては、はい、校舎乗ると、うん、その江東区入るまで何十分無駄にするんで、うん、校舎入れずに、うん、別のメンバーだけでやるみたいな、だからそういった活動もあったり、船でも戦略が違ったりとか、新しい選挙活動ができてますね。でもね、多分乙武さん使った船はね、江東区から出てる。あ、本当ですか？あ、ちょっと僕が聞いた際に、はい、そうです、そうです、いやー、ありがとうございます、うん、はい、あ、すみません、乙武さんのことこれだけで終わってしまいました。じゃあ、せっかくなんで、なんかもう少しあれば、あ、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、本当ですか、はい、はい、じゃあ次行きたいと思います、次の方、参政党の吉川さんですね、はい、はい、吉川さんはこれは、あ、そう、これちょっと政治活動期間中に撮った、告示、はいはい、前に撮った写真なんですけど、はい、ね、はい、まあ、ちょっと僕が一個気になったのはやっぱりこの、うん、豊洲エリアと、この、うん、これ撮ったのは木場なんですけども、うん、はい、結構演説の内容変わったりしていて、でちょっと吉川さんの特徴なんですけど、下町に行けば行くほどちょっと神谷さんっぽい演説が出てくるっていう、だってそうでしょってワードが木場だと増えるんですよ。なんかちょっとそういう傾向みたいなのがあって、吉川さんだけ追ってないと知らない情報ですね。すごいな。で、その、まあ、言ったら豊洲だとすごい、まあ、子育て世代が多いんで子育ての、あの内容が多くなって、で木場とかだと政治不信とかそういったところをかなり追いかけ、かけるはあの内容が多くなるってところで、そこはすごいなんか賛成と年齢の中でかなり変化とかもしれないんで、いやでも地域に応じてね、その演説カスタマイズしてるっていうのは、うん、やっぱり素晴らしい候補ですね、それはね。そうですね、うん、でしかもこの演説した時に別の政治家と場所でも他の賛成党員が演説したりとかしてるんですよ、うん、だからもう今まではなんか有名な弁書を読んで聴衆ガッと集めるっていう感じだったんですけど、はいはいはい、もういろんなもう江東区内の各地域で党員が一斉にやるっていう、ちょっと戦略自体も賛成と変わってきてるなっていうふうに思ったんで、面白いですね、そこは面白いなっていうふうに思いました、はい、政治活動の期間は、全国から賛成党の支部の車が来てました、うん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 、で、区内を回してたんで、はいはい、どこ行っても橙色の車に合うで、春日さんの、音声を流して走ってる、うん、タイヤまでオレンジになってる、非常にそのこれは見てて思ったのは、うん、まあ、全国から、この選挙にかけて、うん、応援に来てるっていうことと、うんうんうん、それから参政党自体が、うん、その選挙、地方選挙をたくさん経験してきて、うん、経験値を積んできたので、かなりノウハウを持った人たちが、江東区にドバッと入っているので、うんうん、やっぱり演説を聞いてる人、参議院選の時のような、うん、その聞いてる人がいっぱいっていうのと全く変わってきてですね、うん、はいはいはい、今度は聞かせる側にいるスタッフがいっぱいっていう状態で、聴衆自体はそんなには多くはなってなかったんですけれども、その選挙を手伝うスタッフの人たち の、 そのビラ配りのことだったり、うん、それから、交通整理だったり、うん、そういうところのスキルっていうのはものすごく上がってるなっていうのは思いました、うん、なるほど。で吉川さん自身も演説をものすごく回数やっているのと、うんうんうん、それから、いわゆる他陣営からの妨害っていうのは、うんうん、参政党はもう慣れっこなので、はいはい、意外とその拡声器で妨害をしてくる人に対する道具とかも持ってるんですよ。え、どういう道具ですか？ダンボールの内側にウレタンフォームが貼ってあって、はい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 、拡声器の上にこうかぶすの。そうすると音が広がらないから本人が演説してるスピーカーが、だからね、やっぱりね、
それを音だけ陣営に教えてあげたらいいんじゃないですかね。今教えました。教えました、あれそうだったんですね。はい、そうなんです。同じ演説みたいな人は、あれそういうことそうなんです。だからやっぱり経験値で、ただね、まあ、政治活動の自由はあるから、そこは侵害しないように、でも自分たちができる対抗策は何かっていうことで、そういうボックスを用意して持ち歩いてるっていうね。これはなかなか現場で見て、あ、いいもん見たな。これはもう他の人も真似したらいいんじゃないかなと思いました。いや、ありがとうございます。はい。はい、続きまして、はい、無所属で出られてます、はい、秋元さんですね。ね、はい。秋元さんは、あ、これも木妻くんの方で、そうですね、はい、写真撮っていただきましたけども、真の司法制度改革シンポジウムっていうのが開かれておりまして、どこって、これ豊洲で、まあ、シンポジウム自体は、まあ、移動しながらっていう、はい、街頭演説の場所でそれは行われていて、はい、でこの写真の近くに本も一緒に展示してあるっていう、はいはい、形なんですけども、そうですね、で秋元さんが、まあ、事実無根っていう、まあ、言ったら元逮捕されてたんですけど、うん、私はもうはめられたっていう、うん、もうずっと主張されていて、うん、でそこの無実を訴えるための、まあ、言ったら本の宣伝だったりとか、うん、まあ、そこの内容を話していくんですけど、うん、で一回なんか X の方でなんか調子がゼロだったみたいな感じでなんか揶揄している方いらっしゃったんですけど、うん、ただ僕が秋元さんの演説見てる時に、うん、秋元さんが自分がなんではめられたのかっていう話をし始めた瞬間、うん、結構聴衆が立ち止まり始めて、結構そこの内容みんな興味あるんだなっていうふうには思いましたね。僕がね、あの秋元さん何回か取材してるんですけど、うん、面白かったのが、うん、そのやっぱりその裁判でね、うん、一審二審で有罪判決が出ているから、うん、そのま、ただ秋元さん自身は、うん、それは冤罪だということを主張して、うん、街に立って、うん、皆さんにお話をしてるっていうことをずっと続けておられたんですけれども、うん、やっぱり街に出て有権者の方から、うん、風当たり強くないですか、うん、お前犯罪者とか言われないですかって聞いたら、秋元さんがすっごい爽やかな顔で、いや、あのね、そうやってこの事件のことを話してるんだけど、有権者の人がね、ほとんど知らないんだよねって言ってて、それはむしろびっくりするぐらい、本当驚くくらいみんな知らないんだ。で、まあ、それぐらい政治に無関心な、状態を作ったのは我々自民党だから、自民党の私もね、私の政策は全部自民党です、むしろ私が自民党の政策を作ったと言ってもいいっていうような演説をされていて、で自民党を背負って今回の選挙は、自民党から候補者が出ていないけれども、私が自民党を背負ってやっていきますっていう演説をされてましたね。そうなんだ。で秋元さんのところ、その妨害がね、今回の選挙戦でいろんな陣営に来るっていうことで、はい、秋元さんのところね、妨害どう対策するんですかって言ったら、うんうん、いや僕のところは来てないねっておっしゃってましたね。僕秋元さんの事務所を連絡したんですけど、はい、めっちゃ日程教えてくれました、はい、他は今結構教えてくれないんですけど、今そうなんですね、やっぱ妨害対策で日程はなるべくオープンにしないと、ほとんどオープンにしない。でもそれはなんかあんまり選挙のやり方としてはちょっと不健全というか、そうです ね、有権者の人がね、ご本人の話を聞きたいとか、うん、そういうことができなくなっちゃって、そうですよね。あと秋元さんも結構その逮捕されてからもずっと立ち続けてたので、はいはいはい、その姿を見てこの人は本当に無実なんじゃないかって思われている有権者結構いらっしゃったり、その方々が結構手伝ったりとかしてるっていう感じでしたね。はい、事務所がすごくしっかりしてて、問い合わせをすると必ずコールバックが来る、ちゃんとコールバックが来るのは、秋元事務所ですね。いくつかちゃんとコールバックできるぐらいスタッフがいる事務所あるんですけど、はいはいはい、その中の、まあ、筆頭と言ってもいいくらい、ちゃんとした事務所が秋元さんの事務所。ちなみに今回、まあ、自民党は党としてはどこも推薦しないし、はいはい、地方支部もしてないですけど、はい、こう隠れて入ってたりしないですか、秋元さんのところ。僕秋元さんに聞いたんですよ、はい、それ、はい、そしたら、裏で自民党の議員が応援してくれてるって言われてました。それでも本当かどうか分かんないですけど、表には、でも秋元さんは言われてました、表には立てないけどっていう、はい、応援してくれてるよっていう。もっとここだけの話で YouTube で流しますけど、はい、ここだけの話、ここだけの、はい、誰か応援電子頼んでるんですかっていうことを僕は秋元さんに聞いたら、うん、いや柿沢水戸に今回は応援しろって思ったんだけどだけど、はい、柿沢は今公民権停止で選挙権できないから残念だなっ
ておっしゃってました。そういう理由なんですね。最終的にその、まあ、自民党系というか、ね、面白いですね。という、まあ、割とざっくばらんにいろいろ話をしてくれる方ですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ続きまして、日本維新の会から金沢さんですね、こちらも桐妻君のお写真ですかね、はい、はい、僕が写ってるじゃないですか。そうなんですけど。これそうですよね。これは見たことあるな。雨がっぱをしてるな、はい。これちょっと細かいんですけど、はい、まあ言ったら畠山さんが金田優さんに、はい、あの今インタビューしてるんですよ。はい、でこの車の中に右奥にいるのが、はい、あのもう、はい、一種馬場代表で、はいはい、あ、いや馬場さんなんですか。これ馬場さんなんです。一番奥にいらっしゃる。ああ、ね、はい、手前海老沢さんですよ。あ、手前が海老沢さんで、はい、その奥にいるのが馬場代表で、そうなんだ。だから言ったらインタビュー中馬場さんがずっと手持ち無沙汰な状態で普通このなんか言ったら聴衆に手振ったりとかはいはい、はい、そういうのが一切ないというか、はい、このなんか金魚鉢の意味みたいな、はいはい、そういったところもあったんで、はい、そこがなんか吉村知事が来た時とちょっと違うポイントなのかなっていう、はい、これはこの写真を通じて畠山さんに何か訴えたいとかっていう、いやいや別にそういうわけじゃないんですけど馬場さんに話を聞けということだったんですよ。いやいや、でもそのそうですね、だからまだ馬場さんこう金魚鉢だったりとか、まあ、そういうところにまだそんなにめっちゃ入ってるっていうケースは、今まで吉村さんとか松井さんとか、まあ、そこは多分中心にやれたと思うんですけど、逆に言うと今吉村さんしかこう人がガッて集まる人がいないっていう状況の中で、まあちょっと医師がこうやって人集める人を使っていくのかなみたいなところはちょっとすごい気になるポイントだなっていうふうに思いました。でも僕吉村さんが来た時に、ね、見に行きましたけど、そこまで人が集まってなかったですね。やっぱ大阪と比べるとっていう、まあ大阪が異常というのもあるかもしれないんですけど、桁が違いますからね。だからあの東京の場合はもう本当に間近で見れるぐらいの、聴衆で、まあ、維新もやっぱりスタッフが、いろんなところから来てますし、地方議員の方もお手伝いをしているので、ちゃんとまあ会場のね、あのロープを張って、あの動線確保をしてっていうことはあのものすごくできてるんですけど、やっぱり聴衆を集めるっていうことは、なかなかまだできていないかな。ただ一方で、はいはい、金沢さんはやっぱり江東区で落選してから、うん、まあ、5年間、やっぱりずっと地元で活動していたっていうのは、うん、本当にあの取材に行ってもよく分かって、うん、通りがかる人が、頑張ってよとか今日もやってるねとかって声をかけて、それに対して金沢さんが、何々町の何々さんいつもありがとうございますみたいに、もう本当の顔見知り、名前上から、下の名前まで呼ぶような人に呼びかけるっていうことを本当に地道にやってて、それすごいですね。ビラを受け取る、まあ、これは維新の選挙の特徴なんですけど、あのビラ配りをしているスタッフの人が受け取った人がいると、ゆいさんって手を挙げると、金沢さんがピッて見て、そこにダッシュで行って、せめてグータッチでもって言って、そういう接触、地道な、地道で辛い100本ノックみたいなことをやってて、かなりその浸透はしてますね。であともう一つ演説の内容で言うと、そのやっぱり今回自民党が、候補者を立ててないし推薦も出してないということで、演説の中で、これスタッフの人と金沢さんがお話ししているところを聞いたんですけど、憲法改正のことを言えっていうことを、あの打ち合わせをしていて、で演説の最後でやはり、憲法を直していくっていうことを、必ず入れて、その、まあ、自民党を支持するような人たちからの票も、自分たちに取り込もうっていう姿勢が見えました、ね。なるほど、はい、序盤なかったんですけど本当に後半増えてて、あ、そうなんですね、はい、そうですね、演説の内容変わってきたと、あと最近音喜多さんが今2位ですのめっちゃアピールしてて情勢で2位なんで入れてくださいっていう、その、はい、そこはかなりアピールしてるのと、本当対立憲のずっと演説はしていて、ね、毎回演説の中に入れるのが、まあ、柿澤さんか立憲民主党の区議もお金もらってたみたいな、はいはい、とか毎回入れるみたいな、はい、クリーンな政治っていうのをとこを、はい、ずっと言ってるという形ですね、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ続いては翼の党根本さんですね、はい、この写真はちょっと後ろからのあれになってますっていうか乙武さん写ってますけど、そうですね、まあ、はい、これがもう初日の翼の党、はいはいはい、まあ多分この選挙から多分もう、はい、なんか今回の選挙の雰囲気がガラッと変わったっていう、これはもう第一声、両国第一声ですか、第一声のタイミングですね、両国じゃない亀有、そうですね、はい、亀戸で、あ、亀戸で電話ボックスの上に乗って、うん、はい、そこで演説するっていう、はい、まあ多分このスタイルっていうのが、まあ、いろんな各所で行われるようになっていてっていうところで、まあちょっと、まあ、この選挙を象徴する絵なのかなっていうふうに思ってこの写真を使ったんですけども、はい、そうですね、まあそんな中で、まあ一応翼の党の人としては、まあ、日本人はシャイだからあんま本当に言いたいことを聞けないみたいな、だから俺たちが変わっていってるんだっていうのを主張されているっていうような状況なんですけど、はい、
で、今本当にいろんな他の政党の演説会場行くと、うん、みんな翼の党の YouTube チャンネル見てるんですよ、うん、で、うん、そうで、いろんな国会議員が集まって、うん、やばいこっち来るみたいなのをいろんなところ今一番翼の党と遠い場所で演説をしたいしたいってことで間に合わないよ、ね、あよっしゃ左曲がったってガッツポーズしてるうち来ないとか、それはなかなかちょっと経験したことないですね。あと最近増えてるのが私服議員がかなり増えてきて、私服警察官みたいな感じで、まあ、ちょっと聴衆として歩いていて、あの候補者が行ったらもうその代表とか近づいた時に止める私服の議員がちょっと増えたりしているっていう状況なんで、はい、まあ、聞いてる人に威圧感を与えないために私服で、はい、まあ、あの危険を危険から守るっていうことですね。聞いてる人を危険から守るっていうことで、そのまあどうしてもね、この、まあ、翼の党でいうとちょっとその選挙活動の方にフォーカスがいってますけど、うん、訴えてる内容としてはどうなんですか？訴えてる内容は年金制度と、そうですね、それから、あとはあの第一声の時に、うんうん、まあテレビ局とかも来てたんですけど、うんうんうん、3つありますと。で、1つ目が年金改革で、2つ目はあの YouTube で配信しているので詳しいことは言えませんという新しいですね、新しいですね。それはあのウェブを見てくださいということで、はい、3つ目が何だったっけ？3つ目が何だったかな。3つ目、あの宗教系のカルト宗教のお話とかをされているって、そうです、ね、はい、2つ目はあの2つ目、そうです、妻会見とかでもそう、YouTube 配信やってるときはそれ言わないっていう、うん、はい、それは確かに珍しいなって、珍しいですね珍しいですね、はい、いやでもあの翼さん、他の陣営は、うん、まあ、予定を聞いて、まあ、秋元さんのところのように教えてくれるところもあれば、で根本さん、翼の党に問い合わせをすると、あのどこどことどこどことどこどことどこどこを明日は、狙っていますなので、その予定が、分かり次第そこに行きます。で詳しくは、自分たちのやっている YouTube ライブで、話しながら行くので、それを見てくださいっていうことで、で各陣営もそのなんと妨害対策、未然に防ぐ、バッティングを未然に防ぐために YouTube チャンネルを見て、根本さんたちが今どこにいるかっていうのを確認しながら次の対戦を、うん、もうなんか追いかけっこしてるんですね。そうですね、その すごいですよ、あの朝からカーチェイスっていう YouTube ライブをやってるんです。だから対策してもそれを乗り越える手法をちょっと編み出したりするので、最初はもう言ったら選挙カーのでかい音でかぶせることできたんですけど、そこからクラクション鳴らしたりとか太鼓でバンバンやったりとか、なんかいろんなものがちょっと増えてきたりして、まあ、最高はね結構ね、あの違反じゃないか、あ、そうです、問題もありますね、はい、指摘されてる方もいらっしゃいますけど、ね、やっぱりこれ乙武さんの陣営が一番そのなんていうんですかターゲットなんですかね、それとも他も含めてですか？違いますね、他もですね、酒井さんの陣営、いや、まあ、これから紹介する陣営もそうですし、それか、まあ、秋元さんは隣ですね、なるほど、あとまあ一つ言うと維新も、賛成とも、そうですね、どの政党もやってるんですけど、うん、まあ、小池都知事は警備の対象が必要なんで、うんうん、まあ、その準備してる時にもバレちゃうっていう、まあオープンチャットで誰がどこにいるのかって募集してるんで、なるほど、ちょっとバレやすいのかなっていうのが一つだったなと思います。あと時間がかかるってことですよね。ああ、そうかもしれないですね。なので、江東区で、まあ、大体一番かかっても北から南まで20分ぐらいなんで、車で。まあ、まあ、服を作ってたらバレ、その間にバレますね。確かに。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、立憲民主党、酒井さんですね。はい。はいはい、こちらはちょ本人は写ってないですけど、あ、これはどういう写真ですか？あの、はい、野党共同、多分片山さんと同じ、あの、はい、蓮舫さんだったりとか、はい、共産の田村智子さんとかも出てるんですけど、はいはい、ちょっとそれ街頭でこの古い政治ときっぱり決別ってボードを掲げてる人もいたりして、もうとにかくもうお金の問題っていうのをとにかく攻めていくっていう、もう選挙戦をもうやられてると。で毎回この不祥事の時毎回自民党っていうワードを入れてっていうとこなんですけど、うんうん、であのこれ江東区長選挙の時もかなりお金の問題を攻めていて、でそれ時はまあ自民党みたいな、ね、感じでワード入れてたんですけど、うんうん、その時江東区長選挙のタイミングが木村弥生さんにも一応立憲の区議が応援入ってたんで、はい、ちょっとそこは攻められるポイントになってたんですよ。で今回柿澤美紗さんが自民党の時に、まあ、言ったら逮捕されたんで、うん、でも柿澤美紗さんは元民主系にもいたじゃないですか、うん、じゃあどういう風に演説していくのかなと思った時に、うん、蓮舫さんが演説してたのが、うん、まあ、先に言うんですよ、うん、かつてあの柿澤美紗さんも仲間でしたと、うん、ただ彼は自民党に入った途端変わってしまいましたっていう、うん、だからこの別にお金の体質は自民党に入ってしまった結果柿澤美紗さんがそういった買収行為をしたんですよっていう演説とかも展開されていて、あくまで私は自分たちは悪くないっていう、うん、なんかそういった入れ込み方みたいなのがちょっと上手いなっていう風には見てて思いましたね。まあ確かにそれは
なかなかこう面白いロジックですね。はい、うん、やっぱりでも坂井さんはあの、うん、去年の、区長選挙に出てたっていうこと、うん、まあ時点になったっていうこともあって、うん、やっぱり区民の方からの認知度っていうことでいうとかなり高いですよね。うん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 、で坂井さん自身もその激しい人ではなくて、うんうん、穏やかな人なので、うんうん、あの有権者の方の受けは悪くないっていうところですね。うんうん、であと一番その票今回の選挙戦でポイントになったのが、うん、告示前に共産党も独自の、うん、候補予定者を立てていたんですけれども、ねはい、間に市民というかね、まあ、区民というか、まあ、市民が、うん、なんだろうな、市民連合か、市民連合と、うん、市民連合が取り持つ形で、うん、話し合って坂井さんに一本化をするっていうことができて、うんうん、でそのこの時の演説会にもその降りた共産党の候補予定者の方も同席をして、坂井さん頑張れっていうことでみんなでやってるっていうのがやっぱり一番この選挙戦で、うん、注目されている理由ですよね。やっぱりあの、そうですね、競合して票を減らして選挙に負けるっていうことではなくて、ね、共闘をするっていうことで、これ実際お二人現場行かれてこう見てみると、はい、そのまあ立憲とか共産のその支持者だけではないこう一般の方も来てるような感じなのか、あるいはやっぱり選挙自体はやっぱ聴衆は結構その固定の方が多いのか、どういうイメージですか、ね、やっぱり僕は固定の方が多いと思いました。固定の方、ただそれも場所によって変えてるっていうふうに陣営の方が出ていて、大体野党共闘を強める地域と強めない地域を分けてるっていう、特に下町のエリアだったりとか野党共闘を強めてみたいな、はいはいはい、そういった展開やってるっていうのが言われてましたね。そうなんですね、はい、そこはやっぱエリアで変えてるってことですね。ただやっぱり聴衆が多いかっていうと、うんうん、それほど多くないということと、あとこの、まあ、合同演説会をされてた時は、うん、いらしていたのが、うんうんうん、令和の串渕真理さん、うん、それから、社民党の福島みずほさん、うん、それから共産党の田村さん、うん、それから、蓮舫さん、うん、で司会が吉田晴美さんっていう、うん、かなり演説上手で、うん、もうオールスターみたいなキラーフレーズをバンバン言う人たちが演説した後に坂井さんが演説するのを聞くと、うん、少しやっぱりおとなしいのかなっていう印象は、そうですね、受けるところがあります、ね、学校だと絶対友達になってないタイプというか分からない、ちょっとそんな感じの雰囲気が、なるほどしましたね、はい、まあまあ、まあ、初日のね、うん、JC がやった討論会で坂井さんだけが、うん、出席しなかったことを、かなり責められていますけれども、うんうん、多分陣営としては、まあ、日程の都合という表向きの、うん、理由が発表されてますけれども、うん、そこに出て大きな失点をするよりも出ませんでしたという批判を甘んじて受けて、うん、選挙戦を戦っていくことがプラスだっていう、うん、考えが働いたんではないかなと。なるほど、邪推します。なるほど邪推、はい、ありがとうございます。さあ続きまして、日本保守党の、飯山さんですね、はいはい、また僕の頭が映ってんじゃないですか。いや、違う、これは違う、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 うぬぼれないでください。いやでもこのちょっとね、写真からすると聴衆の方かなり多そうですね。そうですね、本当ちょっと第一声、まあ、富岡八幡宮での演説のシーンで、はい、これちょっともう日本保守党本当に聴衆が熱いというか、うんうん、まあ、それを表している写真で、全国からね、そうですね、いらしてて、うん、僕もあのこういう場に行くと、うん、あのいろいろ話しかけてもらったり、うん、僕から話しかけたりするんですけど、どちらからいらっしゃいましたって聞いたら、高知から来ましたとか、すごいですね、愛媛から来ましたとか、うん、全国から本当にね、たくさん聞きに来てます、うん、人が集まって、本当に日本保守さんの支持者さんって、うん、拍手の位置がめっちゃ高いんですよ。この写真見ていただければ分かるけど、確かに、はい、他の陣営の方って、はい、見たら講演会の拍手なんですけど、はいはいはい、日本保守さんに関してはなんかサッカーのゴール裏の拍手の立ち位置というか、まあ、それぐらいこう、ね、その例えは分かりやすいですね。あ、そうです、だからそれぐらいもう本当に応援してるというか、まあ、その熱狂で、しかも政治活動期間中、選挙期間中見たんですけど、うん、青い服を着ている人がものすごく増えているなっていうふうには思っていて、日本保守さんのこの、はいはい、陣営のカラーみたいなところもどんどんこう増えていて、はいはいはい、なんかみんなも一緒に参加してるっていう、はい、まあ、選挙官に名前つけたりとか、うんうん、なんか坂津くんみたいな感じで一個一個のやつになんかイベント化してどんどんなんか人も参加してるみたいな雰囲気は見てて、はいはい、あ、すごいなっていうふうに思いましたね、はい、すごいですね。あと地元の人からすると、うん、地元の人があんまりいないっていうことはおっしゃってて、それはまあ政治活動をしている時に、うん、亀戸の駅前でやってた時に、百田代表が、うん、
たくさんありがとうございます、うんうん、江東区の人手挙げてって言ったら、うん、3人くらいしか手挙げなくてすごくたくさんいたのに、であれちょっと少ないなって言ってて、で昨日も、夜演説をしていて、で期日前投票行った人って言ったら3人ぐらいで、やっぱりちょっと少ないな、これからどんどん頑張って、期日前投票行きましょう、期日前投票は何回やってもいいって百田さんがおっしゃって、で有本香織事務総長が、いや何回もやっちゃうってこう収める、そういうなんか結構ね、コントチックなやり取りをやることで、はい、その聞きに来た人たちもわっはっは、やっぱり聞きに来てよかったみたいな満足感を笑いには包まれてますね、ずっと、なんか、はい、なんか一つのトークショーを見に来ているような、雰囲気、和やかな雰囲気、だから一つ百田代表が冗談を言うと、どっかんどっかん会場が受けるみたいな、そういうノリになって、そうですね、例えばこの、まあね、まあ、この例えば日本保守党の支持者の方々と、はい、プラスこう裏でこう普通に歩いてる聴衆の方というか、はい、一般の方がいたとして、はい、例えばあれですかね、その飯山さんとか、うん、はい、あるいは百田さんとか、うん、有本さんが並んだ時に、どの方の演説が一番やっぱり一般の方は足止めるんですか、どういうイメージですか、その辺は。あ、その今いらっしゃるメンバー、誰が一番メンバーだと、はい、話す時間が長いのは有本さんと百田さんが長くて、飯山さんはそんなに長くはお話にならない。みんなやっぱり例えば百田さんだからちょっと足止めるとかそういう感じではないですか。あ、でもそれで知ってる方に関してはそこで止まったりとか、あとまあ事務所前に出待ちされてる方とかもすごい多かったりして、はい、出てきたら即席のサイン会が開かれたりと か、なんかそういったことがあったりとか、であと江東区民がちょっと泊まるような、なんかちょっとそういったあの仕掛けもしてまして、まあ、いったらライブ配信してると地元の人がバレちゃうんで、聞けないっていうところがあるんで、ちょっとこの回はライブ配信やめてくださいみたいな感じで YouTuber に呼びかけたりとか、それで江東区民が見れるようなあの顔つんないようにっていう配慮とかもされたりとか、そういったこともやってる工夫ですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。そして、最後ですかね、もう最後ですね、あっという間に話してくる、はい、無所属の、須藤元気さんです、はい、この写真ちょ、男泣きされてます、もしかしたら。第一声ですか、はい、そうですね、僕の、出陣式のタイミングで、はいはいはい、見たんですけど、はい、はい、結構まあでもこの回以外にも結構泣かれてるみたいで、あのすごい今回涙もれ、まあ須藤元気さんちょっと象徴する場面なのかなっていうふうに思うんですけども、で今回本当自転車で、はい、あの活動して、まあ、一人と握手するっていう、はい、1万人握手を目指して、ね、江東区内を歩くって言って、最初の頃はねカウンター、あの役所会の人がやるカウンターを持ってたんですけど、あの握手に忙しくて全然もうカウンターを狭いだから1万人チャレンジが、あの今日は大体2000人ぐらいと握手できたみたいな、結構ざっくりざっくりになってますけど、でも本当にあの街中の受けが良くて、あの昨日は門前仲町の交差点で、演説をするっていうので僕見に行ったんですけど、もう演説する間がないぐらい、あの後ろのポケット、ジーンズの後ろのポケットにワイヤレスマイクを入れて、こう挨拶、須藤元気です、須藤元気ですってやって、人が信号が赤になって止まった時にマイクを取り出して挨拶をし始めるんですけど、あ、元気ちゃん元気ちゃんって言って来るから、もうまたマイク突っ込んで、もうほとんど演説する暇ないくらいみんなと握手をして、すごくね、あの人気ですね、人気というかやっぱり知名度も高い格闘家としての、ファンの人も来るし、それからあの今回ね、あのやっぱり演説を妨害というか、迷惑行為のようなことが非常に行われているんですけれども、なのであの取材に行っても、ああ嫌なもん見てしまったなとか、わあトラブルとかもう嫌だなとか、ドキドキするみたいな感じなんですけど、須藤元気陣営だけはみんなニコニコしてるの、あの妨害もないので、ね、あのスタッフの方もまあボランティアで、そんなに人数はいないんですけれども、みんなにこやかにこうチラシをビラを配っているので、受け取る人もあのビラのね受け取り率がねこんなにいいボランティアはないと思うので、そうですか、いい選挙はできてますね。そうですね、で須藤さんにその今回ね妨害が多い選挙だけど、どう対処しますかっていう話をしたら、いやもうあの選挙中はねもう SNS もエゴサも全くやってないんで、あのなんしかも僕のところにはこの妨害には来ないし、なんならこの間
彼らは僕のとこに来て激励をして帰っていったので、なのであの、はい、僕に関してはあのその妨害に関して何か対策とかっていうことは考えないで自分の訴えたいことを訴えるだけですって言って、まあ爽やかな感じでその、うんうん、江東区を離れることができたっていう感じですね。なるほど。僕は見て。あのね、キズマ君これやっぱ須藤さん地元の知り合いも多い感じですか？そうですね。江東区まで江東区させてとにかくアピールしていて、うんうん、まあ地元で、ね、あそうですね。はい。で、あの居酒屋さんをやってて、うんうんうん、僕も行きましたけど美味しい居酒屋さん。そうですね。だから地域の関係者さんが、うん、そうですやっぱり、はい、集まったりとかをしてるからっていう、はい。で他の陣営がやっぱりいい、ね、あの大きなね、うん、あのまあ、政党の候補者は大きな街宣車で大きな音で走っている中を、うん、あえて自分が自転車で、うん、小さなことで、うん、しかも一人一人と直接会って話をするっていうスタイルの選挙戦で、うん、勝つことで今の日本の政治に風穴を開けたいっていうスタイルでやってるので多分他の人とは全く異質の選挙戦をやってるのが須藤さんっていう感じで、何にいくらかかったのかみたいなのを公表して、うん、まあ、そこで、まあ、本当に政治お金かけない選挙やってきますっていうのはかなり強調されていて、なるほど、かけられないっていうね、まあ、言ってましたね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ということでもうあっという間に全員行っちゃいました、ね、はい、にあの全員行ってもうね短かったかと思いきやもう40分ぐらいもう増してるんで、そんなに行きます、はい、20分ぐらい、いやいや、もう全然結構結構濃密にあの語っていただきました、はい、だいぶ動画の尺としては長いですけど、すいません、いや全然大丈夫です、はい、ということでですね、まあこれまだまだ注目の東京15区なんですけども、うん、最後にちょっと今後の選挙戦最終盤に向けての、うん、お二人から見た注目ポイントをぜひお伺いしたいなと思うんですけども、うん、じゃあキースマイ君はいかがですか？そうですね、やっぱり今回ちょっと、はい、まあ別の選挙が入ってきたっていうところがあるので、うんうんうん、まあこのまま最終日までそれが続いて、うん、まあなんか言ったら対策手法が編み出されるのかだったりとか、うんうんうん、まあそこがやっぱりちょっと注目なポイントに、うんうん、なった選挙なのかなっていうふうにも思いますね。はい、はい、やっぱりね、あの正常なその候補者が有権者に政策なりやりたいことを訴えかけて、うん、で候補者がそれを聞く、できれば直接聞く、うん、で候補者の人が、あ、じゃあ有権者が候補者に自分たちはこういうことに関心があるんですとかっていう、うん、そういう有権者と候補者のコミュニケーションが、うん、おそらくというかあの私自身が考える選挙の理想だと思うんですけども、うん、今は候補者と候補者がコミュニケーション取りたがって追いかけるみたいな選挙戦になってるのはやっぱりこれは今後の課題として絶対考えなきゃいけないですし、うん、もちろん選挙戦中に、うん、候補者が安全で安心な状態で、うん、有権者に訴えるっていう環境をやっぱり、社会全体というかね、うん、まあ、陣営の人も含め社会全体で、うん、ちゃんと確保して、正しい判断ができるような選挙戦にする必要があると思いますので、ね、アイデアは僕いっぱいあるんですけど、いっぱいあるんです、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいあるんですけど、他の方もみんなでアイデア出し合って、うん、いい選挙になってほしいですね。うん、そうですね、はい。まず投票行かないとね。結構今通行人が耳塞いじゃってる状況があったりするんで、その投票率みたいなところも気になりますし、うん、あと心配ですね。だこの件でもしかしたらなんか元々応援来ようと思ってた有名な人が来なくなる可能性もあるのかなっていうふうに思ったりするんで。うんうん、いい方法あるんだけどな。ちなみになんかどういう方法があるんですか？ちょっと気になりますよ。ちょっとだけ。ここから先は有料なんだ。まあまあいろんな方法がありますし、はい、あの各陣営でね、はい、いろいろ考えていると思いますので、うん、まあ、僕のアイデアを聞きたい人はあの聞きに来てください。別に無料で教えますんで、はい、はい、はい、ということで東京15区まだまだ注目していきたいですね。はい、はい、今日は、畠山さんと山本喜一前さんにご出演をいただきました、皆さんぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントの方もお寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。
配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか？